6度の盆地の熊本、はい、同人堂スタジオでの公開録音から、うん、ライブで天才秀才バカお届けしたいと思います。青春キャンパスツアーイン熊本、日の国名物天才秀才バカのコーナーでございます。行きましょう。すごいすごい盛り上がってますね。マイク低くないこれ。いいんじゃないですか。はい、天才秀才バカ、採用されますと1点で、バンバンがこれといったものには5点差し上げます。点数がたまりますといろんな商品が用意されております。はい、10点で、はい、顔ピュアシャンプーセット、もう見ないで言えるでしょもう見ないで言える。20点でビオレ U セット、30点で谷村バンバ LP2 枚サイン入りセット、そして50点たまりますとパーソナルコンピューター。はい、さあペンネームシェイクスピアでおなじみ、ペニスの商人、はい、クイズ、皆さんご一緒に、お考えください。けんちん汁を作った戦国時代の偉い武将は誰でしょう。武田けんちんお前なそれも言うなら武田信玄君の言ったのは上杉けんちんでしょ。じゃあバンバに5点しょうこれ。何やの、上杉謙信や。そうや、ああ君が間違えたから面白くもなんともないんですよ。だから罪滅ぼしに5点あげてください。本当に、はい、全然面白い内容じゃないんですけどね、はい、ペンネーム、ペンネーム尺八五十層っていう方からいただきました。おなじみもしものコーナー、もしも森尾由美の家に風間森尾が養子に入ったら森尾森尾になっちゃう面白いですかこれが。よし、もしも織茂正雄の家に風間森生が養子に入ったら、お前どうやって織茂正雄の家に養子に入る。上から読んでも下から読んでも織茂森生になっちゃう。もしもタコ八郎の家に東八郎が養子に入るとタコ八郎が2個できちゃう。よう考えたね、5点。あ、そうですか。これ5点、こんだけ考えるの大変やね、はい、熊本で受けたから、これね、熊本5点ですね。はい、ペンネーム消えたバイオレット作戦ありましたね、そういえばありましたねほとんど反応のないまま終わってしまいましたですけど、はい、どこ行ったんだ。どこにでもいるやつシリーズ、自分たちの学校の周りにどこにでもいるやつ、はい、学校で水泳の授業があると家から水着を履いてくるやつですね、これが。はい、朝からもずっと履いたままね、着替えの恥ずかしさね、はい、それで濡れたやつを今度脱いだ時に下着の着替えを持ってきてないっていう子が多いんですよ。したんじゃん。そうだから脱いでそのまま履いて挟んだりするんですよね缶ジュースを飲んだ後おもむろに缶の中を覗き 2,3 滴残っていると音を立ててもう一度すするやつ予防接種の時終わったやつに痛かったかと聞くやつなんかもう本当にほのぼのとした学園生活が浮かび上がっております。はい、ペンネームチェックーズからいただきました、はい、今日は谷村新司の武道館コンサートだった。歌ももう後半に差し掛かりクライマックスを迎え客席は燃えていた。すると突然停電になりステージの照明が全部消えてしまった。しかし会場は照明が消えたのにもかかわらず先ほどと変わらない明るさだった。さあなぜでしょう。君のおでこは100万ボルト惜しいなバンバン。客席が燃えていたから。うわぁみんな考えるようなオチはないんですじゃんじゃん、はい、これ5点あげてください。続きましてペンネームドラゴン愛の戦士、こんな CM あったら怖いシリーズ、はい、今関西へ行くともれなく流れ玉に当たります私は水子で学校を辞めましたほら、はい、有名人第一印象シリーズ、谷村新司どうや手足が生えてきたボーリングの玉キッカー工事麻薬中毒になり暴れ回るキタキツネ舘ひろし顔がゴムでできた殿様バッタ5点。そう、ペンネーム平山美希の本名がバンバ美希とはとても信じられない栗原正人君、あ、1着だ今29点。はい、はい、
谷村新司、お前谷村新司、中国最後の王朝、秦の初代皇帝、ヌルハチ。何やそれ。坂東英二、脳みそを少なくしたフランク長井。舘ひろし、火を吹く時のゴジラの顔。これ5点。5点あげよう。5点あげよう。そういうことはすごいよ。34点。34点、うん。ということは30点で何でしたっけ？え、30点であれですよ。あれ出すよ。谷村ワンバ LP セット。はい。すごいです。もう突破しました。さあ、最後の1枚です。ペンネーム、のんきな父さんという方からいただきました。新コーナー、帰ってきたスーパーヒーロー。怪人二重面相編。二重面相。あはははは。どうやらこの勝負、私の勝ちのようだね、明智くん。明智。くそー。二重面相。あははは。ここまで来て悪あがきはみっともないぞ明智くん。君もバカな男だよ。ははは。明智はバカだ。なんとか言ってみろ明智。明智バカよね。時間かけろと思うか。でもよかったと僕は思うけど。1点。はい、はい、ということで今日の5点獲得者、はい、紹介しましょう。平山美希の本名がバンバン美希とはとても信じられない栗原雅人くん。これで34点になりましたね。私は水子で学校をやめましたくん、はい、そしてチェックウズくん、そしてシェイクスピアでおなじみのペニスの商人くん、はい、そして尺八五重奏くん。以上です。はい、以上をもちまして天才主催バカシリーズ、今日はこの辺でお開きにしたいと思います。どうもありがとうございました。乗りますね。すごいね、この乗りは。熊本の子はすごいですね。もう一気にドドドドドドッと絶頂にね、駆け上りましたからね。早いね。絶頂。楽ですね。野球も強いしね。強いですよ。ソフトボールもね。勝ちましたね。5対3で。もう2回目でしょ、2敗目。広島に続き2敗目を喫してしまう。珍しい、僕らが負けること。3対5という試合は、投手戦と言ったらいいんでしょうかね。3対5じゃないです、5対3で勝ったんです。我々からすると3対5。でも僕らが3点しか取れなかったってのは初めてです。公式審判に尽きると思いますけどね。あの野球は楽しかったですね。審判員さん本当面白かったですね。ということで、はい、さて熊本の有名なお祭りと言いますと、はい、はい、大田黒さん、これはですね、はい、藤崎宮秋の大祭というふうにはちょっと固いですね。秋の大祭、はい、普通はですね、お下祭りというふうにですね言ってるわけですけど、はい、お某何？某下祭りですよ。某下祭りね。続けて言わないように。某下？某？悪いですね。なんかしたんだ。とにかくこの祭りがですね、もうギャルは出てくるわ。それからね、若いお兄ちゃんもガンガン出てきてね、すごいもう盛り上がり方なんですね。馬が出てくるっていうやつなんですか、これ。そうですよ。これ。グリズリーです。おっと、本当に聞いてたの？もうだって毎週カセットにこう聞こんで、これを一本のテープにして学校で聞くっていうのがあったんですよ。いくつぐらいの時に？それは中学ぐらいですね。難しかったでしょ、中学だったら。もうすごかったもんね、レベルが。強力でしたね。もう マスも書かずに聞いてくれていたね。嬉しいですね。本も全部持ってますよ、僕、あのちっちゃいもんね。あ、手差し玉。あ、それでですね、お、来た。本といえば、来た。このいい振りじゃないんですよね。この天狗のホルマリン漬けて、もう売れてるからいいんですけどね。本当に。でも1位じゃないんだ。ええ、あの今ビルマの盾ごとですか、はい、あれにやられてます。あ、まだ日本はね、捨てたもんじゃないなと思いますね、そういうところ。集英社。でもすごいですね、このタイトルが。これ軽くない？軽いです。中身ないです、あんまり。じゃあ、内容じゃなく重さ。この大きさの割に。そんなもんじゃないですか？そうかな。紙質の問題があるじゃないですか。字もでかいですし。字も大きいね。読みやすい。読みやすいですよ。高卒が書いたやつですからね。漢字少ないですしね。そう。あ、本当に書いたんだ。書きまして。自分で書いたの？書きました。ゴーストライターじゃなくて。ええ。珍しいね、今時。もうその分印税たくさんもらえますから。ああ、そうだね。3% ですけどね。そんなことして。一冊、あ、そっか、一冊が780円だ。もうかなりな。かなりな。でも1位になりたいね、ここまで。1位になりたいんですよ。でもビルマの建物だからね。あれ映画で見ればいいもんね。そうですよ。そう。これ映画ないんですよ。ないから。ないんです。テレビで見てもいいんですけど、いちいち足引っ張ってさあ、それじゃあ、はい。はい、このホルマリン漬けを横に置きながら進めたいと思います。まず、最初、うん、
これはですね、ペンネーム何の因果か落ちぶれて今じゃマッポの手先をという方からいただきました、はい、有名人第一印象シリーズ、うん、香港のこの3人が日本人だったら、うん、ジャッキーチェン、うん、少々太った国広富幸ユンピョウ油で光った柴田恭兵ユンピョウ、あ、知らない、知らん、え、アンバンの場合ね、たまにこれがあるんですもう選んで面白いだろうと思うとね、その人知らないというのがあるユンピョ、今もうカンピョやったジャッキーと並ぶぐらい、そうですよ、アランタムじゃなくてアランタム知らない、危ねえなサモハンキンポ、あ、そうでした、あの撮ったですよ、はい、はい、ゴルフの倉本正弘、ああ、言えたね、面白くなかったね、はい、あ1点ね、これ1点、はい、点数制になったんですよ、あら、そうですか、言ってみましょうよ、はい、はい、あ、そうです、点数で10点頼みますとピュア、頼みますと頼んでどうすんの、ピュアシャンプーリンスセット、はい、20点でビオレ U セット30点谷村バンバ LP2 枚サイン入りセット50点でパーソナルコンピューターがもらえます、このね、谷村バンバ LP2 枚サイン入りセット、はい、これが値打ち出るんです、はい、谷村のアルバムは最近よく手に入るんですけど、バンバのアルバムが貴重になってきました、これ廃盤かそれにサインが入ってるんです、はい、はいはい、平山美希さんだと、もうまとめてプレゼントしたいと思います、俺んちの親戚のそばだったの、平山美希さんち、鎌田も、そうそうそう、赤ちゃんが生まれる時のあれはすごかったですよね、はい、生まれてきた子供は牛だったもう結婚だとかすごいネタにされたね、よかったですよね、ネタにされることに喜びがあったね、あの頃、はい、さてペンネームペニスの商人さんから1点ですね、はい、ですね、はい、笑い声が何も出ない場合はもう無条件1点です、はい、点数上げなくちゃいけないんですか、これ読まれると1点なんです、もう選ばれただけで1点、それでトンネルズの笑い声が聞こえた場合5点なんです、はい、なかなかチェックが厳しいですかね、チェックが厳しいです、はい、レベル高いで、こんなグループがあったらシリーズ、はい、第2のコマ撮り姉妹として結成、うん、ペギー葉山畠山みどり山田いすず山撮り姉妹です5点ですかいいんですか、5点で、僕らのね、僕らのね、あの二酸化マンガンクラブってやつにもね、ペギー葉山よく出てくるんですよ、ペギー葉山とね、白木稔が多いです、白木稔何やそれ、川上昇も出てきたわけないですけどさあ、続きまして、はい、ペンネーム祇園少女の鐘の声諸行無常の障子にめありくんいただきました、はい、相撲取りそっくりシリーズ、うん、土地赤城と林家小染個人ですからちょっと辛い部分がありますけど朝潮と大山さこ、また大胆な組み合わせですけど、はい、ほとんど盛り上がりません、はい、ありがとう、ペンネーム初登場、うん、ペンネームありません、芸能人兄弟シリーズ、はい、谷村新司と黒金博士、うん、アルフィーの坂崎とチャゲ、うん、岡本太郎と笑福亭松鶴作曲家中村太地とケニー・ロギンス、わ、この辺良すぎるやないですね、はい、極めつけ三田寛子と原田信郎だったそう言われると似てるかなっていう感じがありますね、はい、ペンネームもじゃもじゃ頭の柴康人くんいただきました、はい、有名人第一印象シリーズさだまさし、うん、メガネをかけて少し肉がついたような気がする山本幸太郎、うん、上田正樹地面に立てられ足で思いっきり踏まれぺちゃんこになったジュースの缶、はい、シーンとしてしまいましたね、はい、ペンネーム尾崎豊くん命っ子さん、うん、田原幸太郎、はい、整形手術に失敗した京塚雅子、今日はいまいち乗っておりませんね、はい、あ、僕はね中学時代思い出します、一部でダメだと二部が盛り上がるんですね、はい、期待してくださいペンネーム勝海市の本春日井市林島町179の、クラチとは私わしのことっていただきましたね、鶴子、食手鶴子、魚眼レンズで見た南乱暴なるほどね、プリンス、はい、ヒゲを生やした南乱暴君考えた割には面白くなかったね、はい、ここからが来ます、ここから来ますか、あの来ますと言いながら行かない日もありました、ありましたね、そういうのね、はい、はい、これはもう巡り合わせですペンネームみなこがすっぽんという方からいただきました、はい、イブマサト、エロ分けをした南州太郎片岡鶴太郎、はい、足の臭い左トンペイ谷村新司、前髪にソリを入れすぎた10年後の石橋、ほら、あー似てるんですか、似てるのかも分かりませんね、朝潮踏みつぶされたハクション大魔王スティービーワンダー水太りした5年後の谷村新司
なんか笑いづらい部分がありますけどね。BB 版の中で怖いな。怖い部分があります。はい。ね、大沢義行、はい、シンバルで叩かれた E.T. これも新しい世界がありますね。はい、玉置浩二、オカマバーのマスター。この辺はもう、はい、はい。ありがとう。だんだんと残りが少なくなってまいりますね。これまだ2部もあるもんね。はい、2部もあります。希望を一応繋げておき、大丈夫、大丈夫、大丈夫。一応じゃあ次が1部の最後として締めくくって、あ、そう。2部に期待を持たせたいと思います。締めくくりはね、1部はね、良かった。いいんです。いつもはね、今日はどうかな。はい、ペンネーム、谷村さんちの兄弟の一番下の引き出しの左から3番目の箱に入っている羊毛剤、いただきました。はい。有名人第一印象シリーズ、柳沢慎吾。よくモンタージュなんかで出てくる上と下とが妙に釣り合ってできたやたらおかしい顔。はい、ダメでしたね。2部だな、これ2部だな。これは2部だ。秋山の鉄人に知ってるぞ、それなんか言ってたよ。あ、もう魚にされてるんだ。魚にされた。初めて心を通過した。Oh.
てまいりました。意外なオチだったですね。意外なオチなんですよ。すごいオチだね。でもずっと2人の西麻布で振っといて、うん、で最後双子の何にしようかなって、うん、ずっと考えて、うん、ツインキーにしようかなって思いました。ちょっと働いてるね。小窓で芝居今わかんないだろうな。ピーナッツもちょっとあれかな。まあリリーズぴったりね。リリーズだね。リリーズ以外はなかったね。なかったですね。リリーズ言ってもらえると。リンリンランダンだと歌いづらいもんね。やっぱりリリーズだったね。さあ、それでは2部。2部気を取り直して2部です。盛り上がりますよ。大丈夫かな。2部はよりすぐられた6枚です。はい。はい、これがダメならもう今日はダメです。そうですね。はい。なんとなく自信がなくなってきました。こんな日もあるさ。はい、お盆でしたね。そういえばこれ撮った日が。本当にね。ペンネーム、ガジアメは飴じゃないぞ、何個だっていうね。うん、ほとんどわからない。芸能人第一印象シリーズ、堀ちえみ、はい。水を飲ませるとおしっこをする人形。小林克也、化粧を落とした林真理子。倉沢敦美、バカバカしさを知らない志村けんの妹。菊池桃子、顔の余分な肉を取り髪型も変えて美人にしたおたふくの面。3部あります。3部あります。もっと流して景気づけるためにペンネームジャイアントババ抜きさんからいただきました、はい、角田博、うん、3年間豚と寝食を共にした太陽ホエールズのレオン。レオン、レオン、これまだ1点ですね。1点ですね。これぐらいの笑いじゃやっぱりプライドが許さないというところありますね、はい、ペンネームミスター D 君宮崎県からいただきました、はい、健直子が玉木浩二に言いました。お前歌ってのはくしゃみして歌うもんじゃないよ。はい、はい、ありがとうございます。ほとんど、ね、静かになっていきますね。ペンネーム夢千代ラブさんからいただきました、はい、巨人のキャッチャー山倉、うん、ほこりをかぶった道端のおまわりさんの人形。あと2枚です、はい、大変です。いや、あと2枚です。なんとなく読む方も自信がなくなってきましたけどね。ここまで来るとペンネーム蚊に刺され確認かけない祈祷かな。どうもありがとうございます。阪神吉田監督、はい、性格をぐっと悪くした桂小文氏。小文氏知ってます？だから基本的に東京系と大阪系の、あ、これ大阪系なんです。大阪系の笑い、大阪系なんです。関西で受けてるかも。これはでもよくできてると思うんですね、はい、川崎徹、うん、ちょっぴりはにかんだ林家菊蔵、これ東京系ですね。ちょっと遠くがないな。君ダメみたいよ。今の時代には合ってないみたい。、はい、最後です、はい、どうしようかな、読もうかな。いやいやいや、これはね、これはね、最後を飾る。期待されると辛いけどね。もじゃもじゃ頭の柴康人君、はい、舘ひろし、うん、渋い顔をしているがいまいち目が大きいデメキン。うわうわ、来たね、1点だったね。でもペンに早まだけでしたね。今日5点なし1人。あ、1人ペギー葉山の山取り姉妹。あれ山取り姉妹、何のため俺アリスのファイナルコンサート行ったんだろう。何ですよ、僕関係ないですか。どうしよう、いや、面白いよ。でもそれしかなかったもんね。なかったんだもん。明日来る？もう一回、もう一回じゃあ明日行きましょう、うん、ね、ええ、明日がもうひょっとするとまだ選んでないけど、明日がひょっとすると巡り合わせがいいかもわかんない。録音で10分待ってもいいんですか。そう。そうです。今日物別だから。明日友引きだからね。そうなの、はい。はい。明日に期待していただきたいと思いますけど。宛先、あ、はい、5点獲得者まず言ってみましょう、はい、おめでとう、ペリスの商人くん、はい。以上です。はい、あれ？しょうがないね、今日のホームランみたいな感じで寂しいですね、はい、1本っていうのは。1本ですね。得点表ありましたっけ。あ、15点がね、ペリスの商人くんが20点になりましたんで。はい。ね。これですね、U セット。ビオレ U セットをお送りいたします。はい。楽しみ。お待ちください。美しい髪はオーケストラと同じ、一本一本のまとまりが大切なんです。枝毛、切れ毛を防いでツヤを与えるブラッシングケア、滑らかなブラシ通りのルーネット、流れるようなヘアスタイル楽しめます。ルーネットも新発売。あなたに抱かれて、あなたに見つめられたままで、いつか死に
りたい。はい、ほとんど盛り上がらないまま時間が過ぎてしまう。こういう日もあるさ。はい、こういう日が続いた時もあったな。そういえば昔もずっと続いたね。一時ね、一時ずっと続いた、ね、最近盛り返したのにね、うん、最近盛り返してきてまたなんか下降線、うん、エアポケット、はい、エアポケット、その話題暗いかも分かりません。今はい、今はちょっとまだダメだ。ですということで明日ひょっとするとトンネルズがまた来るかもしれない。ひょっとすると雨の西麻布、うん、またかかる、またかかるかもしれない。これは分かりません、はい、嫌な顔して来てみないと分かりませんけど、はい、北野のリリースが出るかどうか、ね、そこだけじゃないですか明日は。明日そこだけでも価値があるかも分かりません、ね、そう、お家だけよ、はい、ということで明日またトンネルズと一緒にお送りしたいと思います、はい、それじゃあまた明日、ごきげんよう、さよなら。この番組は清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王がお送りしました。